2人の女子高校生がコンプレックスと向き合い成長していく姿を描いたこちらの映画。主演を務めたのは共に16歳の若手女優です。初主演作ながら難しい役柄を演じきり、今後さらなる活躍が期待される2人の素顔に迫りました。大島さん、大島です。は？え、外人？去年公開された映画、しのちゃんは自分の名前が言えない。違うんです。言葉がスムーズに出てこない喫音に悩む高校生を演じたのは南沙羅さん。一方、音楽が好きだけど音痴という悩みを抱える高校生を演じたのは牧田亜珠さん。南さん、牧田さんがダブル主演を務めたこの映画は公開以来全国の映画館で上映され続ける話題作となり、2人の演技も高く評価されました。初主演作から話題を集め、さらなる活躍が期待される2人に、先月、アベモには単独インタビューをすることができました。この映画、私も拝見したんですけど、やはりちょっと月日も経ってるからか、お二人ともなんか大人っぽくなられた感じがしてで、ね、はい、でも、はい、お会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。映画の撮影から1年半余り、当時14歳だった二人も現在16歳に落ち着き払い、すっかり大人びた雰囲気になっていました。初めてお二人お会いした時の印象を教えてください。でも最初に会った時にすごく強そうな子だ、強そうなんていうんですかね、なんかすごく芯が通ってる人だなと思って、なんかお芝居していてすごい緊張しました。あら、緊張、緊張しました。本当。でも私は一番最初にオーディションで一緒にこうお芝居をしたんですけど、すごいタイミングが合うっていうか、テンポがすごい合うし、キャッチボールがすごいできるなと思ったので、サラちゃんが志乃役になったら絶対楽しいしやりがいがあるだろうなと思ったので、すごい私はすごい嬉しかった。きつ音と音痴、2人は初主演作から難しい役どころを担いました。この作品を知った時に初めて喫音の存在を知ったので、まずその理解から入ろうと思って、そのいろんな喫音の方とお話を伺う機会をいただいたりとか、あと映画を見たりとか小説を読んだりして、どんどん理解を深めていきました。自分もかよはすごい音楽が大好きなので、音痴だから音楽が嫌いとかにはならないと思ったので、その音楽に対する愛情はずっと貫き通したいなと思ってました。ギターを猛練習されたって伺いました。そうですね、頑張りました。撮影は出演者スタッフが寝食を共にする合宿の形式で、およそ2週間かけて行われました。同い年の2人は撮影2日目から打ち解けられたといい、のびのびと演技に臨むことができたようです。あんまり同い年とか同年代のことをやることが私はあんまりないので、すごい楽しんでました、ね、楽しかったです。へえ。2人でいるときはどんな話をするんですか？どんな話？思い出せないくらい、本当にくだらない雑談をしてました。お互いを知るにつれ、次第に心を開いていく思春期の高校生を演じきった2人。撮影を終えた今、まるで姉妹のような間柄です。もう
可愛くて仕方がない感じです。牧田さんが南さんを出来合いしても可愛がっている感じ。お姉ちゃん。撮影を通じて絆を深めた2人は、女優としてもこの映画が必要な出会いだったと振り返ります。こう3週間2週間3週間ずっとこう役に向き合うっていう機会ってあんまりないんですけど、あと女優としてなんだろう、新しい感覚というかいい経験になったなと。撮影の時2人とも14歳だったんですけど、その時出せるもの全部を使って必死にこう自分自身に寄り添ったりとか、いろんなものが自分の中で詰まっている作品なので、なんかそれを皆さんに評価していただけたりとか、こう2人で賞をいただけるっていうのはすごく嬉しいというか、素敵なことだなって思います。普段の語り口は穏やか、しかし感情豊かな演技を見せた南さん。型にはまらない表現ができる女優さんになりたいなとはずっと思ってます。笑顔が絶えず表情豊かで、自分と全く違う性格の役でも果敢に挑んだ牧田さん。役作りをもっと深くまで掘り下げれる女優さんになりたいなと思っていて、女優としてさらなる飛躍が期待される2人が成長への大きな手応えをつかんだ映画しのちゃんは自分の名前が言えないの DVD は今月22日に販売が始まります。